です。高井です。はい。今日はシーロムにある、DJ ステーションという名前の、ゲイクラブにやってきました。はい。ご存知の方も多いと思うんですが、中を少し詳しくご紹介したいと思います。はい。そしてお酒ですね、誰でも買えるんですけれども、ちょっとお得なお酒の買い方なんかも合わせて少しご紹介したいと思います。はい、はい、それでは行ってみましょうか。はい、レッツゴー。はい、ということで DJ ステーションの中に入ってまいりました。はい、料金なんですけれども、料金は日曜から木曜日が300バーツで、金曜日と土曜日の夜が400バーツとなっております。で、2ドリンクチケットがついてます。こんなやつですね。はい、これです。はい、これ4枚分あります。はい、2人分ね。はい、ということで、早速お店の紹介をしていきたいと思います。まず1つ目のお店はこちら。ここのお店の特徴としては、ソファーでみんな喋ってる感じですね。特に踊ったりっていうクラブではなく、みんなで喋ってる感じです。で、ここはあんまりナンパとかはなく、もう本当にグループで来て、グループでみんな近況報告し合ったりですね。僕もだいたいこのお店で11時に来たら、もう長い時だと1時ぐらいまで喋れます。2時閉店なので、本当もう閉店ギリギリまで喋ってたりすることもあります。次は2つ目のお店はこちらです。どうぞ。はい、2つ目のお店なんですが、ここ9時、10時ぐらいからカラオケをやっております。カラオケといっても、シンガーさんが歌ってるんですね。今ちょっと歌声さっきまで聞こえてたかもしれないんですが、ライブ？そうですね、そう、カラオケというかライブですね。はい、ここのお店のスタイルは、だいたい皆さんウイスキーをボトルで頼んで、テーブルもしくはカウンターでみんなで飲む感じです。はい、で、ここなんですが、ここ12時から1時ぐらいになると、結構みんなボトルで飲んでる関係で酔うんですね、皆さん。で、酔ってくるとめちゃめちゃナンパ合戦になります。はい、テーブル隣にもちろん知らないグループの人たちがいるんですが、酔ってくるともうほんと見境なくナンパが始まります。ほんとすごいです。はい、僕らも何回かここのお店で飲んでたことがあるんですが、もう特に踊りに行ったりせずにここだけで終わることもあるぐらい、はい、楽しいですね。で、 DJ ステーションは英語が喋れる子が結構来るので、言葉としては、タイ語英語が話せれば楽しめるかなと思います。さ、ナンパされるって言ってもさ、はい、もちろんさ、その相手のタイプだったり自分のタイプじゃないとナンパされないんでしょう。そんなことないの？そうですね、ただ酔ってくると割と見境なくナンパされることもあります。若いね、かっこいい人もいれば、っていう方からも、ナンパされることもあります。はい、こちらはグループでおすすめです。はい、ということで続いては3つ目の、はい、場所ですが、こちらが DJ ステーションというお店になります。はい、どうぞ。
ステーションでした。最近ですね、めちゃくちゃ変わりました。もう LED ガンガン、もう床とかピカピカな感じになっております。はい、こちらは一番ファランといって、外国人 の特に白人さんとかですね、旅行者の方に人気があるお店ですね。はい、ここも最近大改装しまして、ステージが広くなって、みんなステージでこうアピールし合ったりとか、めくるめく熱い時間を過ごしております。はい、そしてですね、こちらなんですが、ちょっとお客さんの中にもプロ、あまり詳しく説明はしませんが、プロのお客さんですね、こちらは多く来ておりますので、ちょっとね、心配な方は気をつけていただいたらいいかなと思います。それでは続いて最後のお店ですね。はい、こちらになります。じゃん。こちらですね、こちらも大改装しまして、前までディスコディスコの隣にレーザービームっていうお店があったんですが、なんとレーザービーム取り壊してしまいまして、でディスコディスコとくっつきました。なので2つ分のお店がくっついた広さになってるんですが、こちらも結構綺麗なステージですね。床がもうピカピカ光るようなステージになっております。はい、でこちらはですね、今一番おすすめの場所ですかね。はい、ただここもグループですね、2、3人、1人で来てる方ももちろんいるんですけれども、2、3人で来る、ここは地元のタイ人が多いです。はい、プロではなく、普段は皆さん仕事をしてたり、学生さんだったりっていうタイ人がグループで来てたりします。はい、でここで気をつけてほしいのが、笑顔を忘れないでください。はい、ね、一人で来る方とかもニコニコして、ちょっと音楽に合わせて乗ってたりすると、もうすぐ乾杯イエーイって来てくれたりします。はい、ただここもですね、皆さんが酔っ払ってからが多いので、だいたい12時から1時ぐらいからがですね、皆さん酔っ払ってきて、グループの境界線がだんだん緩くなってきます。はい、友達5人で来てたけど、気づいたら7人になってたとかっていうのが多いですかね。はい、でとにかく場に馴染むのが一番やっぱいいんですけど、どうやってじゃあ馴染むのっていうと、さっきも伝えたんですが、ちょっと笑顔でニコニコしてリズムに乗っててください。はい、恥ずかしいから踊れないって言ってるとちょっと厳しいかもしれないです。はい、でここもぎゅうぎゅうなので、本当にもうぎゅうぎゅうなので、荷物などは気をつけてください。はい、後ろポケットには入れずに、前ポケットに入れてください。はい、はい、でカバンは入り口にクロークがあるので、そこで預けられますので、そちらもぜひご利用してください。はい、ちなみに入場するときにパスポートの提示が求められるので、原本じゃなくてもいいんです。スマホで写真撮ってもらった顔写真のページ、パスポートの顔写真のページで大丈夫なので、それを必ず忘れず持ってきてください。はい、結構重要。そうですね、写真か原本か紙のコピーでもいいんですけど、必ずこれらはお持ちください。はい、出ないと入れないです。はい、はいはい、今度はお得なドリンクについてご紹介したいと思います。はい、皆さん、DJ に来たことがある方は知ってるかもしれないんですが、よく見るかもしれませんが、タンクのようなものですね、で飲んでる人を見かけたことがある方もいるんじゃないでしょうか。大きなタンクでウイスキーと、あとなんか割り物はまあ選べるんですが、飲むことができます。はい、そのタンクはこちらのドリンクチケットを使って買うことができるので、ちょっとこちらの料金について、ご紹介したいと思います。ちょっとややこしいかもしれないので、はい、またちょっとちゃんと説明しますね。はい、ではまずはこちらのチケットを使って買いに行きたいと思います。ゴー。はい、はい、じゃあこちらのチケットを使って今からウイスキー買いたいと思います。
こちらの大きなタンクですね、こちらよく見かけたことあるんじゃないでしょうか。割り物は自分で選べます。ソーダとか水割り、ジュース、オレンジジュース、あと謎の赤いフルーツポンチかな、とコーラなど、いろいろ自分で選べます。はい、で映像の中で僕200バーツ追加で渡してたんですね。はい、まずご紹介するのが、先ほど、大きなウイスキーのボトルを買ってたんですが、あれが800バーツになります。はい、で入場の時に1人400バーツ今日渡してます。はい、なので1枚チケットは200バーツ分、はい、ですので1人400バーツ分の僕の400バーツ分のチケットで、高弘の400バーツ分のチケット、これで800バーツ分ですよね。このチケットでさっきのウイスキーが買えます。はい、はい、で割り物に100バーツかかるので、ですので100、100で400バーツのチケットかける2ということで、全部で、まあ、簡単に言うと1000バーツ分でこれを手に入れることができます。はい、でウイスキーはまだまだ余りがあって、自分で名前を書いてキープしておけるので、次おかわり行くときはこの割り物の100バーツ分だけで、またこの量、同じ量ですね、なくなるまで作ってくれます。ということで、こちら全部で1000バーツ分、はい、なのでドリンクチケット800バーツ分使って、差額の200バーツを払って、入手しました。で、これお得なんですが、なんとお得なのはこれだけじゃないんです。こちらですね、帰りにドリンクチケットを頂戴、チケチケって言うとですね、こちらの、はい、ドリンクチケットもらえます。正確にはこちらボトルをキープしておくと、こちらのチケットをもらえて、次回これを見せるとなんと入場が2人までタダになります。はい、で2回分それが使えます。こちら有効期限がありまして2ヶ月間だけです。はい、2ヶ月間なので、旅行で来て連日行く方はまあこちら全然使い切れるかなと思います。はい、こちらのキープしておいてくれるチケットですね、忘れず帰りに受け取ってください。はい、でこれはお酒を買ったお店でもらえますので、そこのチケットチケットチケット言って必ずこれ受け取ってください。次回2人まで無料で入れます。はい、はい、質問、はい、これもし、はい、今日僕たち来ました、はい、僕たち来ましたちょっと声かかってね。で、お酒めっちゃガンガン飲みました、はい、もうボトル全部飲み干しちゃいました、はい、ってなったらこれもらえるの？もらえません。あれもらえません。そうなんです。はい、なのでその時はちょっとね申し訳ないんですけれどもまた払ってお金、ね、お酒がないとこれはもらえないとね、はい、今キープしてない。あ、そうですね、ボトルキープですね、これが条件です。はい、はい、で、お気づきでしょうか皆さん、最初の方にですねご案内したんですが、入場料金の違い覚えてます？はい、金曜日土曜日は入場料金いくらって言いましたっけ？1人400バーツ、はい、はいはい、ですね。日曜から木曜日はいくらって言いました？300バーツ、はい、300バーツですね、はい、実はこれドリンクチケットも同じで、300バーツしか払ってないときは300バーツ分のドリンクチケットにしかなりません。はい、はい、ということはウイスキーのボトル自体は800バーツという値段は変わらないので、差額を200バーツ払ってボトルを購入します。さらに追加で、割物代ですねを購入しなければいけないので、土曜日に来ても平日来ても合計使うお金は1000バーツというふうに変わりがないんですね。ですがビールとかグラスで持ってる方は、200バーツ分のチケットだろうが150バーツ分のチケットだろうがあれを1枚使わなければいけないので、やっぱりこれですね、買った方がお得です。曜日によって値段違うじゃん、週末高いじゃんって思うかもしれませんが、これを買う人は結果平日来るのも、土日に来るのも変わりません。
はい、でしかも先ほどお伝えした次回キープしてあればね、次回入場が無料ですね。なので、割物代の100バーツを払うだけでまたこの大きなタンクを購入することができます。はい、ということで、ちょっと難しかったかもしれません。あ、難しいというか多分僕の説明が下手だったので、理解が難しいところがあるかもしれませんが、その際はですね、ぜひコメントに、はい、どういうことですか、詳しくなど質問などあればぜひ聞いてもらえればと思います。はい、はい、それでは、DJ ステーションからお届けしましたが、続いていくのが大体みんな2時に終わった後ですね、まだここで終わりではありません。はい、この後すぐ近くにあるもう一つのゲイクラブですね、名前が GOD。 はい、そうですね、正しくは G バンコクという名前になっております今現在ね。はい、ただタイ人この辺の来る人たちもみんな GOD GOD っていうので、全然 GOD で大丈夫です、通じます。むしろ G バンコクっていうとはどこどこってなるので、 GOD でまあ正解みたいなもんですねに行ってみたいと思います。はい、はい、それではレッツゴー。続いてやってきたのは GOD ですね。はい、はい、DJ ステーションどうでした？なんかすごい前来た時よりもめっちゃ新しくなって綺麗になってた。そうね、あのいろんなレーザーとかね、超綺麗ですよね。はい、で続いてのこちらの、GOD G バンコクなんですけれども、入場料金はあの基本的にはですが曜日関係なく、300バーツでございます。はい、300バーツですね、はい、ただあの年末とかおそらくソンクランですね、4月ぐらいはもしかしたらちょっと料金の変更があるかもしれませんが、基本的には300バーツで2ドリンクとなっております。はい、はい、こちらは、3時15分ぐらいまで、3時半ぐらいまで空いてますので、ぜひ DJ の後に来てみてください。はい、はい、でここのおすすめビールとかもまあもちろん、いいんですけど、おすすめは僕はですけどウォッカショットですね。はい、おすすめです。あの酔っ払ってぜひいろんな人と絡んでみてください。はい、はい、ちなみにいろいろ今あの世界的に有名なウイルスもありますけど、濃厚接触なんですけど、ここはあの濃厚接触のもう一個上の段階になり、結構脱衣系のクラブですね。脱衣系のクラブです。はい、ですのでぜひ物足りない方はこちらの GOD 楽しんでみてください。はい、ではまた、はい、次回どこかでお会いいたしましょう。はい、じゃあまたね。よかったらチャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。バイバーイ。